はい、どうもこんにちは。今日は単振動の既存既存噛んじゃった。テイク2行きましょう。はい、どうもこんにちは。今日は単振動の基本公式の導出っていうのをもう簡単にですね、パッパッパとやっていきたいと思います。単振動の基本公式は、まあそうですね、X1 であったりとか、速度であったりとか、あとは加速度ですね。そういったものをちょっと見ていきましょう。で、忘れてはならないのは何かというと、単振動っていうのはこの円運動をやりましたね。円運動で証明やりました。覚えてますか？もう今でもできますか？大丈夫ですかね？またリンク、こっちかな？ちょっとわかんないですけども、リンク貼っておきますので、ちょっと円運動のね、証明忘れたっていう人はまたそれを見ておいてください。はい。今日はですね、単振動の基本公式やっていくんですけども、忘れてはならないのが繰り返しになりますが、単振動っていうのはこの円運動の一部ですよと。例えば一方向だけ見てあげましょうと。X 方向だけ見てあげましょうか。X 方向だけの運動を見てあげると、円運動で見てあげると、こんな感じですよね。こんな感じ。こんな感じですね。なので、一方向だけで見てあげると、これは円運動をしているのと一緒ですよ。あ、ごめんなさい。単純な振動をしているのと一緒ですよ。ということでしたね。はい。なので、それを使って考えていきたいと思います。じゃあ、ちょっとね、座標軸を、これ、X 軸右向きで取ったんですけども、ちょっとですね、単振動の、まあ、最初に出てくる式と合わせるためにちょっと上向きを X 軸としてやっていきます。はい、では見ていきましょう。まずは円運動の一部っていうことから考えてあげると、今角速度 ω で回転してて、時刻0秒でここだったものが今時刻 t 秒でここまで来ましたから、回転した角度がいくらになってるかというと1秒間で ω ですよね。なので t 秒間ですから ωt 回転してます。はい。じゃあ、X はどこだっていうと、この部分ですね。ここが X です。ちょっと縦の方を X にしましたけどね。いけますか？なので、この X っていうのはちょうどこの高さに相当しますね。高さってどこの高さかっていうと、この直角三角形の高さに相当します。で、ここが半径 A ですから、ここも同じく A になってますよね。なので、A sin ωt。これが、単振動における変位を表すものになりますよと。X=A sin ωt ですね。はい。では続いて速度を求めていきましょう。速度も簡単です。で、速度は、円運動をしっかり覚えてたら大丈夫なんですけども、円運動の一方向成分でしたね。で、円運動の速さっていうのはどう出せたかっていうと、V=Rω から、円運動の速さっていうのは出てきました。で、今半径 R が A になってますから、速さが Aω になってますね。で、接線方向でしたね。円運動の速度が接線方向でしたから、この方向に対して Aω ですよと。それに対して今は、X 方向で見ているわけですから、こいつが Vx ですよね。いいですかね。じゃあ、あとは ωt の場所ですね。角度 ωt がどこになっているかっていうのを調べてあげるだけですね。ここが錯覚の関係から ωt ですね。で、これ接線方向、速度の方向が接線方向でしたから、ここが90度でしたね。なので、ここが90度引く ωt。なので、残りの角ですね。ここが ωt になってますよと。なので、aω、cosωt っていうのが、vx、x 方向の速度になっていますよということでしたね。はい。なので、vx も出てきました。書いていきます。はい。それでは、最後に加速度見ていきましょう。加速度は、円運動における加速度っていうのは、中心向きでしたね。中心向きに加速度がありました。ちょっと二重矢印で書いてます。円運動の加速度覚えてますか？円運動の加速度は Rω の2乗でしたね。Rω の2乗。Vω とか、Rω の V の2乗でもよかったですね。はい。Rω の2乗を使ってあげると、今回どうなってるかというと、Aω の2乗ですね。Aω の2乗。いいですか？ちょっとちっちゃくなりましたか？大丈夫ですか？で、やっていくことは結局一緒ですね。加速度の中心向き成分ではなくてですね、今回は X 方向成分、こいつを求めていきたいですよというわけですね。これが AX ですよということでしたね。いいですか？じゃあこいつの大きさいくらになってるかというと、ここが ωt ですね。まあ、ここ使ってあげてもいいかな。同位角の関係からここが ωt になってますから、sin 倍ですよね。なので、Aω2乗sinωt っていうのがちょうど X 方向の加速度になってますよと。ただし、X 方向が上向きを向いていますから、それを考えてあげるとですね、どうなってるかというと、AX っていうのは、プラスではなくてマイナスですよね。
マイナス A オメガ2乗サインオメガ T になっているということでした。はい。じゃあ、これを使ってあげるとですね、X イコール A サインオメガ T。ここはありましたね。これ使ってあげると、A サインオメガ T っていうのがもう一回出てきてますから、AX っていうのは、また式変形ができますよってことで、マイナスオメガ2乗 X になるということでした。いけますか？なので、単振動においてですね、最もよく使う公式は何かというと、こいつですね、マイナスオメガ2乗 X。これをよく本当に使いますから、これを使ってですね、解いていくってことをしていきます。まあ、これを使わずにですね、解けちゃう問題っていうのは結構多いっちゃ多いんですけども、まあ、これ使ってですね、考えていきましょうというところでした。はい。あとは公式としてやるのは、これも A 運動のところでね、出ていますけども、周期ですね。オメガ分の 2π っていうのがありましたね。まあ、これも公式として覚えてくれたらいいんですけども、別に公式として覚えるまでもないんですよね。周期ってのは何かっていうと、一周するのにかかる時間でしたね。一周するのにかかる時間。で、今、角速度オメガっていうのは1秒間でオメガ回転するんです。一周するっていうことは 2π 回転するんですよね。2π。じゃあ、1秒あたりオメガ回転しますよと。一周 2π 回転するのにかかる時間っていくらですかって言ったら、2π オメガで割ってあげたらいいですよね。もう出てきましたね。だからこれも別に覚える公式ではないですね。もうこれもすぐ出せました。よろしいですかね。なので単振動で使う基本公式ってのはこれぐらいですかね。あとは力学的エネルギー保存則とか、非保存則とか使ったりしますけど、まあそれは問題に応じてですし、単振動に限ったことではないですから、まあ今日はね、やらないということでいきましょう。はい。よろしいですかね。簡単でしたよね。はい。まあこんな感じで基本公式の導数、たったすぐ8分もかかってないですね。すぐ終わっちゃいましたね。はい、じゃあですね、公式の証明ができるようになったらもう大丈夫だと思いますので、問題演習にぜひ入っていってください。で、あとはですね、動画分かった人はね、ああ、よかった、聞いてよかったなと思ったらいいね、よろしくお願いします。僕のモチベーション上がりますから、ぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。で、もしね、友達とかいましたら、進めてあげてくださいね。よろしくお願いします。みんなで頑張ってね、物理できるようになっていきましょう。はい、それではさよなら。